はい、どうも、いつきんです。本日はアルベドの紹介を、したいんですが、いつもならね、実装の翌日に動画を投稿するんですが、ちょっと使い方が難しくって、なかなか今の環境にマッチするかどうか微妙なラインの性能でしたので、かなり時間がかかってしまったんですが、一旦いろんなビルドを試してみて結論が出たので、紹介をしていきたいと思います。で、アルベドはですね、まあ、ステータスは後でね、いろいろビルド別に説明をするんですけど、スキルに関しては、まあ、いいところといえば、このクリティカルダメージ 20% ダウン。まあ、これは味方が受けるダメージが 20% 減るので、まあ、肩代わりとはちょっと違うんですけど、まあ同様の効果が得られます。なので、アウリウスナイトとかを入れてなくても、アルベドを編成していれば、味方の受けるダメージが減ってくれるというところで、まあナイトと組み合わせても強いし、アルベドだけでも十分にダメージを軽減できるっていうのがいいところだと思います。そしてもう一つがスキル3ですね。強化効果を全て解除して強化負荷と防御力ダウンを付与。これも結構、まあ、強くて、アルベドがどうしてもスピードが遅くなってしまうので、敵がバフをつけた後にこのスキル3で消したりとか、強化負荷をつけて防御力ダウン入れて殴るみたいなことができます。はい、そして、最後スキル1ですね。これの、追加ダメージ。これも結構強くて、例えば生命力の高い英雄に対しては木のリリアスなんかがよく出てくることがあると思うんですけど、そういうのに対して追加ダメージで十分にダメージを狙えるというところで、まあ細かいところは結構いいスキルがあるんですけど、まあちょっと微妙かなっていうのがこの生きなさいバイコーンですね。この反撃で出てしまうっていう点と、バイコーン自体のダメージが非常に少ないっていうのがちょっといまいちかなっていうところですね。あとこの強化状態を一つ解除っていうのも、一旦短縮とかだったらまたちょっと違ったかもしれないんですけど、一つ解除だと最近のね、バフモリモリ環境だとあんまり消しても意味ないっていうところもあるので、ちょっとこのスキル2の追加スキルがやや弱く感じるかなっていうところで、まあ、全体的に見たら、まあまあ程よい感じの強さなのかなと思います。はい、そして古代物の 3F ですね。まあこれもかなり強くて、引け引けっていう風に、まあ、僕も言ってますし、結構流れでね、みんな言ってるんですけど、まあ強い異物というか、貴重な異物であることは間違いなくて、まあ今までロケットパンチだったりとか、追加ダメージ系のナイト異物っていうのは重宝されてきたので、まあその流れでね、引いておいた方がいいっていう風になっていますが、使える英雄は現在実装されている英雄だとあんまりいないので、あまりしおりとかに余裕がない人は、まあ、貫突を目指すっていうのはやめた方がいいんですが、まあ1枚はね、最低持っておいた方がいいのかなと思います。で、こちらもですね、いろいろ使ってみたんですけど、まあ一番やっぱ相性いいのはアルベド。で、時点でライダー食らうかなーっていう感じですかね。ただあんまり見ないですね。で、アロエルも強いと思うんですけど、最近アロエルはですね、別の異物の方が強く感じていて、僕はパルティアをつけてるんですけど、まあパルティアでシールドでね、守ってあげた方が色々と都合がいい場面が多いので、アロエルにつけてもいいんですけど、まあ使い方次第かなっていう感じがします。で、今回最後に紹介するんですが、セシリア。僕ね、これでずっと使いたかったんですけど、奈落のセシリアに 3F をつけて、まあ、火力運用してみるっていうのも最後試してみたので、ちょっとおまけでさらっと紹介したいと思います。ただ、まあ現状も本当に相性めちゃくちゃいいっていうのはあんまりいないのかなっていう気はします。はい、それでは1戦目。こちらはですね、通常のナイト型ですね。まあ、防御力とか生命力を高めているタイプで、ナイトと併用して、まあ、使うような感じにしています。まあ、ダメージカット率で言うと、この護衛と合わせると、まあ、かなり硬くなりますので、まあ、そうそうダメージを受けても死なないという感じになってます。まあ、ただね、今回相手の編成がライヤーだったりするので、ちょっとクリティカルダメージじゃないのは軽減できないんですが、まあ、ランディとかの攻撃に対してはかなり守れると。で、イージスで反撃をしていく。まあ、やっぱり生命型だとそんなにダメージはね、与えられません。
本当に2000とかそんな程度かなっていう感じですね。でここアルベドのスキル3をカリナに打つことで影響力を減らすと、こういう使い方できるのがまあなかなかいいかなと思いました。はい、続いての試合も生命型になってます。まあなんやかんややっぱり生命型が一番使い勝手はいいですね。ナイトを入れない時を考えると火力型のアルベドだと結構簡単に倒されてしまうので。さあそしてここですね、ザハークの一撃に対してダメージカットをモリモリにすることで余裕で耐えていくと、こういう使い方ができるので今後シャルティアとかも増えてくると思うので、まあ、パルティアとか護衛とかアルベドで守ることで回避栄誉を守るっていう使い方なんかがなかなかいいんじゃないかなと思います。やっぱ回避キャラに対してザハークとかを無視できるっていうのは本当にかなりね大きいので。そして攻撃した後はアルベドで防御力ダウンを入れて厄介な相手を一気に倒すと。やっぱりね防御力ダウンは安定して強いですね。はい、続いての試合、これは、火力型ですね。ちょっとスピード早めの、火力型で生命力がかなり低くなってますね。まあ、相手にランディとか入ってるとクリ抵抗があるのであんまり火力型活躍できなかったんですが、ただ火力型でも軽減はありますので、このようにアーディンなんかの一撃に耐えることができると、まあ、これだけでも本当価値ありますよね。で耐えれればベローナなんかだったら本当に一気にね攻守逆転できるのでチャンスを作れると。さあここで火力型のアルベドの攻撃スキル3をさあクリティカル出ず、まあ仕方がないですね。ただここの反撃でクリティカル8000、防御力ダウン入ってると結構ダメージが出ますね。はい、これも火力型ですね。相手がクリーブ気味の、まあ、あまり耐久力のない編成に対してはどんな感じなのかというところで、ダメージを見ていきたい。さあ全員にヒットしてしまったんですが反撃で、まあ、大体今ちょっとエド挟まっちゃったんで分かりづらいんですけど4000から5000ぐらいなので、クリーブ相手に一撃で反撃で倒すってことはできません。ただ削りはできるのでそこからどう持っていくかって感じですね。まあ、今回はエドみたいな反撃キャラがもう一人いたのでがっつり削れたんですけど、ただそれでも殺しきれてないんで、まあやっぱ火力が低いですよね。はい、続いては反撃の火力型になっております。いやこれねめちゃくちゃ熱い試合だったので、まあ、紹介したいんですが、まあ、序盤はですねそんな、まあ、順当通り特に目立つ点もなく、まあ、相手がかなり珍しいキャラクターを使っていますが、これ相手ねうまかったですね。呪いをつけてコルブスで呪いごとを倒すというような編成なんですが、まあ、序盤はですねそんなに、まあ、普通かなって感じですね。ただこういうライエみたいなキャラクターに防御力ダウン付与して追加ダメで倒すっていうこの連携はねめっちゃ強かった。そういうことができるのでサブアタッカーとしては優秀なキャラクターです。で今回僕の編成ナイトが、アルベドだけ、肩代わりとかないんですけどダメージ 20% があるのでかなりねダメージを抑えれてます。さあいいです、今のはいい感じにね潰せましたね。
で反撃の利点はスピードがちょっと遅いんですけど、代わりに HP がスピード型火力より、3000ぐらい高いので結構火力が出ますね。さあここからが、熱い戦いになります。さあコルブスに対して火力がない2人、この時点でやや負けかなと思っていたんですが、相手がね HP めっちゃ高くて削り切れるか怪しかったんですけど、追加ダメで7000で、ここで相手がルルカを取ってくれて、ここ反撃で追加ダメ、そしてもう一回追加、最後にスキル3で決めると。いやこの流れマジで熱かった。はい、というわけでアルベドを紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。最初の試合3試合ぐらいが生命力型、3万近い生命力でスピードはほとんど捨てたようなビルドになっていて、その代わり命中とか抵抗がちょっとあるので、カリーナなんかの防御力ダウンを入れたい相手に対しても付与ができると。でその次がスピードの火力型、まあ、火力を十分に持った代わりに生命力が低くなってしまっているタイプ、これが正直使ってて一番微妙だったかもしれません。で最後に、今装備している反撃火力型、ちょっと火力がね繰りダメが低いんですけど、その分スピードがちょっとまあまあ速くて生命力も十分にあるというビルドになっていて、個人的には最初の反撃生命型か反撃火力型がいいかなっていう感じで、やっぱ反撃がですね一番いいかも知れないっていうのが、このスキル1のアクションゲージ 20% アップが最後を見せた試合でもそうなんですけど、まあ、反撃で追加も与えれるし、アクションゲージも上がって連続で動くこともできるっていうのを考えると、反撃するメリットが非常に大きい英雄なので、セットとしては反撃が一番相性良さそうな気がしました。はい、それでは最後に、3F のね、使用例を見ていただきたいと思います。今回さっき紹介した闇セシリア、さあスキル3で削っていく、結構ダメージ出るんですよね。7000ぐらい出てますかね。でこのポイントはですね、セシリアがなんで相性いいかっていうと、スキル無効っていう役割を1個持ってるので、今みたいにゼニュアの攻撃を1回耐えれるんですよね。通常なら死んでいるところを耐えることができるっていうのが非常に大きいかなと思います。やっぱスキル無効は強いですからね、貼られたら嫌なタイプのバフなので、そういう意味でセシリアはいいかなと個人的に思っていたのでちょっと使ってみました。なんで 3F が貫突2枚目を手に入れれるとしたら、僕は迷わずセシリアにつけようかなと思ってます。めんどくさいな。やっぱりアロエルはね、ちょっと当分パルティアの砦をつけておきたいので。さあセシリアスキル1で3800、シールドも貼れますからね。役割がただでさえセシリア多いんで、結構こうナイトとね併用して使うときにダメージを出してくれるとより良くなると思います。でスキル1のこの挑発 100% も強いっすよね。なかなかやっぱ挑発 100% つけれる英雄っていないんで、挑発つけるだけでもランディ嫌でしょうし、攻撃先指定できるんでね、こういう風に攻撃されたくない相手に対して挑発をつける。でアーミンとかだとね、挑発2枚入りでこうランディのスキル3を打たせないようにとかもできますから。はい、もう一例を見せていきたいと思います。今回たまたまですね、相手が潜伏キャラ入れてくれたんで、いい感じに刺さったんですけど、まあ、ウィンターとか、あと闇テネはちょっとどうかわかんないんですけど、まあ、闇テネにもダメージ多分5000ぐらいは入ると思うので、まあ、闇セシともう一人全体キャラ入れることで、こう枯れるんじゃないかなっていう気はしますね。
まあ、今回だとセズと合わせて全体攻撃が2枚ありますので、サスキルさんで全体打って4500いいダメージです。でセズで全体、これ組み合わせれば結構潜伏キャラにもがっつりダメージ入れれるんじゃないかなと思います。この世にただなんてないよ。クリームパン軍団中央、やっぱり私たちって最強だね。どうした、私を信じてこれ崩れるわけだ。まるで夢みたい、甘い応援を。俺の価値を証明できるならやってやるがいい。ザクがどうはないか。はい、というわけで 3F とアルベドの紹介をしてまいりました。まあ 3F は最後紹介した通り、まあやっぱちょっと効果としてはロケットパンチとかと比べたらちょっと低めですね。生命力は今裂傷とかあと RTA とかだと勝手に減っていくので、その分ねちょっと不利なところがあるっていうところで、ややロケパンとかよりは弱いかなっていう気はするんですけど、貴重な異物であることは変わりないので、1枚はね必ず現物持っておくようにしてください。なんでショップで交換してない人はショップで交換して1枚大事にね持っておくと今後活躍する場面が出てくるかもしれません。はい、それと次25日に実装されるシャルティアとアルベドどっちを引いたらいいのか迷っている方はですね、シャルティアを優先してください。理由はアルベドはいろんなナイトキャラで代用はできるんですけど、シャルティアはですね結構特殊で、命中率が高い英雄は他にもいるんですけど、いずれも 50% が限度だったんですけど、シャルティアに関しては 100% アップという今までになかったパッシブを持ってますので、そう考えると今後さらに回避率が高い英雄が出てきた時に対処できるのがシャルティアしかいなくなりますので、今後のことを考えても、あとは新規プレイヤーの人なんかは特に命中キャラ貴重なので、そういうのも含めてシャルティアを優先して引くことをおすすめします。はい、というわけで今回まずはねアルベドを紹介してきまして、来週シャルティアは結構使いやすそうな性能してるので、実装後すぐにね紹介動画上げれると思うんですけど、まあそちらも投稿しますのでぜひご視聴ください。というわけで今回の動画アルベド紹介でした。ご視聴ありがとうございました。